Long time no see.忍びごとき数にならぬと知れ。何度やっても無駄だ。秀吉様に逆らった時点で貴様の負けは決まっていた。私の力は秀吉様のために振るわれる。死ね。圧倒的軍事力を武器に天下掌握へと手を伸ばした覇王豊臣秀吉は、関東攻略の一環として堅牢と名高き北条家の小田原城攻城を開始した。これを知った伊達政宗は、関東より北への侵略を阻止するため、そして己が天下を取るという野望のため、豊臣軍の常駐する小田原を目指す。しかし秀吉の命にて伊達軍を迎え撃った石田三成に完膚なきまでに叩きのめされ、政宗は逃げるような帰還と奥州の弱体化を余儀なくされたのであった。そして時は過ぎ、成長した徳川家康が秀吉を倒し、天下は再び乱世を迎えた。政宗は石田三成との決着をつけるため、たぎる怒りを胸についに進軍を開始したのであった。石田三成。政宗様。なんだ小十郎。予定通り、まずは乱れた奥州を治め、国力をつけることが肝心です。石田は徳川と並び立つ二中の一つ。今のままではこれを倒すことなど到底叶いませぬ。徳川か。ずいぶんと偉くなったもんだぜ。遠く思えようとも、これが最たる近道かと。ああ、分かっている。十分すぎるほどに。なあ。準備はよろしいか、政宗様。ああ。やあ政宗君、久しぶりだね。宇州短大こと最上義明の名を覚えているかな。やれやれ、厄介な男のお出ましだぜ。
敵本陣裏を目指しましょう。オーケうせえ。正宗様、今はこのような小物に戦力を割く時ではありません。敵陣より砲撃、このままでは船が。皆の者、ここは一つ拙者に任せい。了解っす。落ちていると。回避するより手はなしか。政宗様なりのお考えか。後押しするまで。敵陣より砲撃開始。倒れ方まで我が輩が仕込んだ通りだよ。せめて船だけは。褒美は望みのままだよ。懐が許す限りね。サイド、敵陣より砲撃開始。よりによって貴殿が相手か。俺ら全員より頭一人の方が。地流にした奴を恨みな。サイド、敵陣より砲撃開始。ラキラキ、我が軍の悪い噂にならないでくれたまえよ。三三三三
さえ。小次郎、俺にやらせろ。文句は後で聞け。サイド、敵陣より砲撃開始。攻撃開始。あの農民たちにも胸を張れますね、きっと。It's one last dragon! ご存知のはず、自信と無謀の危うさを。軍神と地を競う中、互いに争い疲弊した際に破るが得策かと。いや、たかだか小物だからだ。俺が町に入る必要はねえ。諸君、今日もヒゲの具合が良いではないか。ケンマイチャー、サイド、敵陣より砲撃開始。あらぬさ、このままでは船が沈む。おっと、キムリーだ。水を持ってきてくれたまえ。俺一人生き残ったって仕方ないな。